とかなったか。調査隊が来てるって言ってたけど、姿が見えないじゃんか。どうやら俺たちの方が先に着いたらしいな。って言ってるそばから来やがった。帰る、隠れよう。ここか、巨大レンズがあるという遺跡は。はっ、自分は以前、確かにこの遺跡でレンズを目撃しました。この遺跡は、レンズが作られた時代の都市であると考えられています。だからレンズがあっても不思議ではないというのか。
疑わしいものだ。現物を見れば信じていただけるでしょう。レンズはこの中です。おい、操作ナースコープを。どうしよう、急がないとあいつらにレンズを取られちゃうよ。とはいえ正面から遺跡に入るのはやばいな。あいつらと鉢合わせしちまう。じゃあ、あっちの横穴はどう？なんとか行けそうだな。帰る、急ぐぜ。おい、帰る。準備は済んだのか？ちょっと待ってよ。1、2、3、4、1、2、3、準備運動じゃねえ。装備品やアイテムはちゃんと揃ってるかって聞いてんだ。ったく、遺跡にはモンスターがゴロゴロいるんだぞ。やだな、もうそれくらい分かってるさ。ねえロニー、ラグナ遺跡にレンズを探しに行くのはいいけどさ、バレたら診断をクビにされるんじゃないの？なに、バレ…進化は止まらんぜ。
そうだぞ。さあ次行こうか。これが勝利の神髄だぜ。こっちは行き止まりではないか。以前は通れたんですが、どうやら道が崩れてしまったようです。何分古いですし。遺跡が古いのは当たり前だろう。全く無駄足を踏ませよって、別の道を探すぞ。見てよロニー、宝箱だ。中身は何だろう。レンズかな。ま、そう簡単にお宝は手に入らないよな。なんだ。大丈夫か。なんとか。ずいぶんと落ちちゃったね。ついてないな。ここはどこだろうな。いろいろなものが落ちてるが。
本当だ。ずいぶんいろんなものがあるね。こんだけありゃ上に上がるために使えそうなもんも見つけられるはずだ。よし行くぜ。ハッテッテッソーハジン、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 ハッテッテッソーハジン。ハッテッテッソーハジン、ハッテッテッソーハジン、ハッハッテッ。手こずらせやがって。何か道具があればここから登れそうだ。なんだこれ。こいつは天地戦争時代の機械だ。前に神殿の本で見たことがある。確か分析だか投資だかをする機械だったはずだ。分析？投資？どういうこと？ま、見てろって。例えばこのバンダナを入れるとだな。この穴に物を入れればそれが何なのか教えてくれるんだよ。こいつを使えば上に上がるのに使えそうなものも楽に探せるってわけだ。面白い。ねえロニー、俺もやってみたい。それじゃあカエル、動かせそうなものの前に立って丸ボタンを押しっぱなしにして移動すれば物を引きずれる。それをこの機械の中に入れるんだ。よし行くぜ。ハッテッテッソーハジン、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 ハッテッテッソーハジン。運命は時に厳しい。そうだぞ。
にロープを引っ掛ければ上に上がれそうだな。わかった、やってみるよ。よっしゃ。Thank you.
行き止まり？こりゃ、ハズレだな。はあ、無駄足か。自分のスピリッツに常に気を配れ。ガードをうまく使っていけ。任せよ。そうか。それ。ガキ。それ。そうだぞ。行くぞ。ウィンドスラッシュ。そうだぞ。行くぞ！ウィンドフラッシュ！そうだぞ！はっ！てっ！てっ！シーラーディン！はっ！やばいって！カイツだ！今こっち来るシーラーディン！助かる！任せた！はっ！てっ！そうだぞ！シーラーディン！よし！はっ！てっ！てっ！シーラーディン！はっ！てっ！てっ！シーラーディン！はっ！てっ！てっ！シーラーディン！そうだぞ！てっ！てっ！シーラーディン！それそうだぞ。はてて失神だて。ひそれ。俺の進化は止まらんぜ。冗談抜きで300万ガルドの価値があるぜ。なんだ。
君は一体。英雄。そう、私は英雄を探しているの。歴史に残るような、いいえ、歴史を変えられるほどの英雄を。英雄？英雄？だったらもう見つけてるよ。あなたが？そうさ、今はまだ成り立てだけど、いつかきっと、いや、絶対に大英雄になってみせる。その証拠にほら、見てよこのあざ、父さんのと同じところにあるんだ。俺、海流ドゥナミス。よろしく。君はどこから来たの？ねえ、それで未来の大英雄になんのよ。もし人助けなら。ちょっと待ってよ。あなたは英雄なんかじゃない。わかるの、私には。わかるって、どうして？あなたは私の探している英雄じゃない。あ、待ってよ君。ねえってば。一体何なんだ。いきなりレンズの中から出てくるわ。何事もなかったかのように立ち去るわ。おまけに英雄を探しているのだぜ。おう、ロニ。おうって、あの子が？早く行こうよ。やば。なんだ貴様らは、ここで何をしている？大変です。レンズがなくなってます。何？どういうことだ？自分は以前この部屋で巨大なレンズを確かに見ました。それが跡形もなく。レンズをどこへやった？さあ言え。知るもんか。俺たちだって何が何だかさっぱりわからないんだ。いきなり女の子が出てきてレンズが砕けて。なあ、貴重な巨大レンズを割るとはバカなことを。おい、こいつらを引っ捕らえろ。そっちの男もだ。大将、こいつロニ・デュナミスです。あっちゃー。貴様、護衛兵でありながら盗人と共にいるとはどういうことだ。盗人って俺のこと？他に誰がいる？俺は盗人なんかじゃない。盗人はみんなそう言うんだ。さあ一緒に来てもらおうか。貴様もだぞロニ。ありゃ、聞いてるのかロニ・デュナミス。ああ、もう破れかぶれだ。こうなりゃ強行突破だ。ついてこい、帰る。ロニ！ダリル・シェードへ連行しろ。レンズの行方を必ず吐かせるんだ。はっ！こら！話も聞かずに牢屋に閉じ込めるとはどういう了見だ！おい、こら！責任者出てこい！くそ！しくじっちまったぜ。まさかこんな羽目になるとは。ここは？ラグナイ石に行ってレンズを見つけたんだけど割れちゃって、頭に診断に捕まって。あれ？それからどうしたんだっけ？のんきだねお前は。
見ての通り、牢にぶち込まれたんだよ。多分ダリルシェイドの地下だろう。え笑ってる。おい、カイル、どうした？頭でも打ったか？ちょっと見せてみろ。違うよ、ロニー。俺さ、今すっごく幸せなんだ。だって冒険、あの子が現れた瞬間、俺思ったんだ。冒険が始まったんだって。だってさ、レンズの中から出てきて英雄を探しているのだよ。お話の中でしか、いや、お話の中だってこんなことなかった。それが俺の目の前で起こったんだ。そうだロニー、俺クレスタへ戻ったら旅に出るよ。旅？そう、英雄になるための冒険の旅。あの子が探しているのは俺なんだ。今は違うかもしれないけど、そう、未来の俺だ。それをあの子に教えに、いや、分からせに行くんだ。未来のお前か。嫌いじゃないぜ、そういうの。よし、その旅俺も付き合うぜ。え、でもロニは後に診断に。あんま連中こっちから願い下げだ。今回のことでよく分かったよ。あそこは俺のいるべき場所じゃねえ。俺のいるべき場所は、カイル、お前の隣だ。だから俺はお前に付き合うぜ。ロニー、それにな、俺はスタンさんの、お前の親父さんの代わりができたらと思ってる。あの日からずっと。あの日？誰だ？お前、自分が英雄になれるなどと本気で思っているのか？だとしたらおめでたいやつだ。ねえ、なんで俺が英雄になれないの？簡単なことだ。英雄とは過去の功績に対して人々から贈られる称号。自らなろうとするものではないし、ましてやなりたいと思ってなれるものでもない。ずいぶん分かったような口を聞くじゃないか。まるで自分が英雄だとでも言いたげだな。僕自身は英雄じゃない。だが、そう呼ばれる人物を少なくとも4人知っている。4人？俺たちなんざ知ってるだけじゃない。そのうち2人と知り合いだぜ。何せ、こいつの両親がそうだからな。両親が英雄？あ、そうか。あいつらの。驚いて声も出ないって感じだな。そんなことよりロニー、早くクレスタに戻ろうよ。そうじゃないと冒険に。分かってるって。とはいえここの牢屋は頑丈だからな。おい、お前たち。だよ、俺たちは忙しいんだよ。見てわかん。ここを出たいのだろう。なら僕にいい考えがある。本当？何？いい考えって。おいおい、帰る。こいつの言うことなんか信用すんなよ。仮面で顔を隠しているような輩だぜ。何考えてるか分かったもんじゃないぞ。でもこんなところでグズグズしてたら、あの子どんどん遠くへ行っちゃうよ。俺、早く冒険に出たいんだよ。分かったよ。お前の好きにしろ。決まり。それじゃあ、教えてよ。名前か？名前など僕にとっては無意味なものだ。お前たちの好きなように呼べばいい。じゃあ、ジューダス。ジューダスか。まあそれで我慢してやろう。で、ジューダスさんよ、こっからどうやって脱出するつもりだ？簡単なことだ。出口から出ればいい。出口からって、おい、下がっていろ。はあ？
すげえ。何をぼーっとしている。さっさと行くぞ。ダメだ、見張りがいる。これ以上は進めないよ。しかし他に出口はないぞ。どうする、強行突破するか。待て、こっちだ、ついてこい。ここはオベロン社総帥だったヒューゴの屋敷だ。オベロン社解体と同時に屋敷は接収され、神殿に回収されたが、隠し通路はまだ残っているはずだ。ここだ。おい、これを使ってそこのマークを打ってみろ。これは？レンズからエネルギーを引き出し、熱線と衝撃を打ち出す道具だ。R2 ボタンで熱線を発射できるが、一発ごとにレンズを1枚消費する。無駄打ちは。ソーサラーリングを使えば、手の届かない場所にあるスイッチを押せる。無論、熱を利用して火を灯すことも可能だ。うまく使え。わかった。ところでジューダス、なんでこんな通路のことを知ってるの？それを聞いてどうする。いや、別にどうもしないけど。なら行くぞ。真っ暗。この水路をたどっていけば地上にたどり着けるはずだ。本当にこの先が出口なのか。何にも見えねえじゃねえか。慌てるな。燭台に火を灯せば先が見えるようになる。さあ行くぞ。せいぜい遅れないようについてこい。そっちこそ足手まといになんなよ、地震家の兄ちゃん。
おもちゃで遊んでいる場合か。Thank you.
キレンザ総破壊キレンザ総打上キレンザ総破壊下がれ食らえオンチョッパー見たか